体験授業は進路について将来像を明確にしてもらおうと西目高校の1年生を対象に行われました。これまで西目高校では地元企業などの説明会に参加してきました。実際に仕事を体験するのは今回が初めてです。この日は西目高校の1年生96人が参加しました。まず本校の生徒たちはやっぱり県内の企業のこと、特に地元の企業についてやっぱり知識が乏しいので、そういうものを1年生のうちから知識としてこう蓄えることで、2年後のその進路の方につなげていきたいなと思いまして、こういう企画の方をやらさせていただきました。仕事している人から話を聞くことで、自分のこう将来像というのを明確にすることができるかなというふうに考えております。授業は製造業と建築業、そして農業の3つの分野に分かれて行われました。各教室ではそれぞれ企業の社員が生徒たちに作業内容の説明を行いました。このうち農業の体験では新商品の開発に向けた話し合いが行われました。講師を務めたのはハーブワールド秋田を経営する株式会社秋田ニューバイオファームの社員です。生徒たちはグループごとに分かれ、きりたんぽやリンゴジュースなどを使った商品についてアイデアを出し合っていました。中には商品のコンセプトに悩む生徒たちの姿も見られましたが、グループで話し合うことで徐々にユニークなアイデアが生まれていました。確かに、ただ味どうなるか知りたいけど、まあ分かんなくても挑戦が出てきて、さつまいもを使ったタルトを考えました。商品の開発をしたんですけど、自分たちなりにいいものを考えられたんじゃないかなって思います。ボルトをレールの穴に入れて、このほか製造業では精密機械などに使われる部品の組み立てが、そして建築業では木材を使った椅子の製作などが行われ、生徒たちは自身の将来について関心を深めているようでした。自分はなんか機械関係のなんか仕事に就きたいとかと就きたいと思ってたので、結構今日の体験学習はためになりました。意外と難しかったけど、体験できて楽しかったなって思います。将来は美容系の道に進みたいので、勉強と部活を両立して、専門学校を目指して頑張りたいと思ってます。西目高校では今後も体験授業の回数を増やし、生徒たちの将来に多くの選択肢を示していきたいとしています。